こんにちは、テンバアカデミー堀秀夫です。今日はですね、英語を覚えたいと、やっぱ Amazon 輸出やってて、英語は無料翻訳とかでも済むんですけど、覚えられた方がいいですね。で、覚えるのに、すごい効率のいい教材がこの中学英語をもう一度一つ一つ分かりやすく、これすごいいいですね。問題、本当基本的な問題を解いて、さらに CD がついてるのでそれで音読すると、これ繰り返すとですね、はっきり言って旅行とかじゃ不自由しないぐらいの英語は覚えられます。また CD を真似すると、ちゃんと発音ができるようになるっていうのがいいですね。で、この発音のチェックをスカイプとかで、スカイプ英会話なんかでチェックしてもらえば完璧ですんで、まず英語を覚えたいなと思ったらこの本を買って勉強するっていうのはすごいおすすめです。難しいこととかですね、TOEIC の点数を上げようとか言っても多分うまくいかないと思うんですけど、中学英語をもう一度復習するところからやるっていうのは英語の学習法としてすごいおすすめです。何事もやっぱり基本をもう一度繰り返して、簡単なことでですね、基礎を確認するというのが役に立つんだなと思ったいい教材なんで、ちょっとご紹介させていただきます。英語を覚えるにはまずここから始めるといいんじゃないでしょうか。以上、テンバアカデミー堀秀夫でした。